次のラウンドって休憩でいいですか。はい。じゃあ同じ感じいいですか。大丈夫ですか。ちょっとあれですね、動きすぎですよね。そうですね。じゃあちょっと5 5 5ですね。ちょっとバカなんだ、ちょっとね。この状態でこう。ちょ、もう一回じゃあ、もう一回傾きますよ。そうですね。もう一回傾きますよ。この状態で、ワンツーですか。そうですね。そうですね。ワンツーですね。そう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 ですね。ちょっとじゃあ、ちょっとこの横から見させていいですか。ワンツーで。そうですよね。あ、いや、全然。ストレートだけいいですか。そうですね。もう一回ストレートだけ。あ、そうですね。ストレート。いや、いいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。ちょっとストレート左クソでいいですかね。そうです。いい、いい。バン、バン、バンですね。そうですね。体力があれで7をつけるだけなんで、なるほどな、なるほど、押せるだけなんで、普段はこれがだ、まあ、だんなんですよ、ほんのちょこっとだと思います。ジャブそうですね、ジャブいいですよね。ジャブ綺麗ですよね。ジャブ綺麗ですよね。もう一回ですジャブ綺麗ですよね。ジャブダブルですか。ジャブダブルいいですか。綺麗ですよね。これ本当綺麗ですよね。綺麗ですね。トリプルですか。すみません。これなかなかみんな打てないと思いますよ。打てるじゃん、だって。これ打てないと思います。みんなそんな打てないですよ。こんな打てないですよ。じゃあその後ストレートですか。パンパンパンストレートですね。そうですね。あ、そうですね。そうですね。ちょっとワンツーですか。ストレートだけ。ストレートだけ。30秒ですね。30秒ですね。あ、ちょっと右フックやらしてみて。あ、右フック、はい。右フック。まあ、これは、こう打ってたから、はい、バランス崩れてたんですよ。はい、こうなんですよ。あ、まあ、右足出してってことですね。あ、キュウ。キュウ、キュウ、キュウ。綺麗綺麗綺麗。だから結局その試合の中で右足を出すっていう行為をしなきゃいけないと思うんですよ。だからそこは難しいんですよね。これを右足を出すっていうのがこういうふうに構えてるわけですから、こういう構えて、こういうふうにパンチを受けるわけです。で踏ん張ってるわけですね。でこれを右足を出すってこのスロー瞬間があるんで、この時にもらったらこのまま取れちゃってます。はい。